夢の旧作「狂人は笑う」「青ネクタイ」<laughs> だっておかしいじゃありませんか私はね失恋の結果世をはかなみて何度も何度も自殺しかけたんですってさいいえ 私は知らないの。そんなことをした覚えはちっともないのよ。はじめっから失恋なんかシェアしないわ。第一相手がわからないじゃないの。ねえ。おかしいでしょ <laughs> それは変なのよ。女学校を出てからというもの毎日毎日。 オクラの2階の牢屋みたいなところに閉じ込められて一足も外へ出ちゃいけないって言い渡されていたのなぜだかよくわからないけどおまけに着物も何も取り上げられちゃって私本当に決まりが悪かったわ着物を引き裂いて首をくくるからですってさ私はもう情けなくて情けなくて ごはんを持ってきてくれるのはばあやだけなのお父さんは私が生まれない前にお亡くなりになるしお母さんも私をお産みになるとすぐにどこかへ行っておしまいになったんですってですから私はそのころまで独身者でお金を貸していたおじさんの手に引き取られてそのばあやのお乳で育ったのよ そりゃあ、いいばあやだったのそのばあやがわたしがちいさいときにもっていたかわいらしい裸だかのおにんぎょうさんをもってきてくれたときのうれしかったこと「まあおまえはいままでどこにかくれていたのおかあさまといっしょにとおいところへいっていたのよくまあぶじでかえってきてくれたのね」 そう言ってほおずりをして泣いちゃったのよ。そうして私はそれからというもの毎日毎日来る日も来る日もそのお人形さんとばっかりお話ししていたの。お母様のことだの。お友達のことだの。先生のことだの。そりゃあおとなしい。 かわいらしいお利口なお人形さんだったのよそうしたらねそしたらあるゆうがたのことよオクラのねずみがそのお人形さんのおなかを食いやぶっちゃったのそうしてなかからしかくいちいさなしんぶんしの切れ端を引きれはしをひきだしたのよ 私がちゃんと抱っこしていたのにええそうなのよそのお人形さんのおなかのこわれたところを新聞で貼ってその上から丈夫な日本紙で張り固めてあったのそれが剥がれて出てきたの大方ネズミがそののりを食べようと思って引き出したのでしょうかわいそうにねえ 私その時どれくらい泣いたか知れやしないわ。そしてねあんまりかわいそうですから頂き残りのごはん粒で元どおりに貼ってやりましょうと思ったついでに何の気もなしにその切れ端の新聞記事を読んでみたらびっくりしちゃったの。私今でも暗記してるわ。 あんまり口惜しかったからこうなのよ彼女はついに発狂して叔父の家の倉庫の2階に監禁されるに至ったここにおいて彼女を愛していた名探偵青ネクタイ氏は奮然として立ちその事実の裏面を生誕すると恐るべき真相が暴露した すなわち、強欲なる彼女の叔父は、彼女の母親の財産を横領せむがため、密そかに彼女の母親を殺して、地下室の壁の中に塗り込めたもので、ついで、その遺産の相続者たる彼女を、不法監禁して発狂せしめ、法律上の相続不能者たらしめようとしていた確証が発見され、 彼女の正気なることが判明したので彼女は巨万の富を相続すると同時に青ネクタイ氏と結婚することになった同時に憎むべき彼女の叔父は死刑の宣言を受けてっていうのよねえそうでしょう。あのお人形さんは私に本当のことを教えてくれた 天使だったのよねえそうでしょう私その晩日が暮れるとすぐにオクラを抜け出しちゃったのいいえオクラを抜け出すくらい何でもなかったのよ私あんまり口よしかったからあのオクラの2階の窓にはまっていた鉄の格子ね あれを両手でつかまえて力いっぱい引っ張ってやったらまるでアみたいに曲がってしまって窓枠と一緒にボロボロっと抜けてきたのよきっと鉄でなくて鉛か何かだったのでしょう。何から何まで人をだましていたことがその時に初めて分かったわ私は悔し泣きしいし、その窓から飛び降りたのよ それから人に見つからないようにお援側からはい上がって奥の押し入れの中にある長持ちと壁の間に挟まってじーっとしていたのずいぶん苦しかったわでもおじは用心深いんですからね雨戸を閉めちゃったらもうとても入れないのよそのうちに やっとのお台所の時計が十二時を打つのをちゃんと数えてからそーっと押し入れを出て行っておじの布団の下に隠してあった白さの刀を中身だけそーっと引き抜いてしまったのおじは いつもそうして寝ていたんですからね。そうして、すっぱだかのままお酒を飲んで寝ている憎らしいおじのかおをめちゃくちゃに切ってやったの。お母さんのかたきっていってね。それはあこわかったわ。ちみどろになったすっぱだかのおじが。 死に物狂いになってつかみかかってくるんですものそれをあっちに逃げたりこっちにそらしたりしながらやっとの思いで切り倒してやったわそれから大勢の雇い人が出てきて私のことを気違いだ気違いだってわいわい騒ぎだしたの私悔しかったから思い切って暴れてやったわ大きな男が いろ何人も何人も切ったりついたりしてやったけど大勢にはどうしてもかなわなかったのだって剣劇の上手なおまわりさんなんか呼んできて加勢させるんですもの私お床の間の前に追い詰められながら一生懸命に刀を振り回して戦ってみたけど ととうとう刀をたたき落とされちゃったのおまけにおじさんの死骸に引っかかってドタンと尻もちをついたおかげで逃げ損なってそのおまわりさんに押さえつけられてしまったのよでも面白かったわ <laughs> <laughs> それから自動車でこの病院に連れてこられると ここの院長さんが思いがけない親切な方でとてもとても頭のいい方だったのよおいしいお冷えを何杯も何杯もごちそうしてくださった上に私の話をすっかり聞いてくだすっていろんなことを言って聞かせてくだすったのよもうしばらくの間気違いになったふりをしてこの病院に入っていた方がいいってね お前のおじさんはまだ生きていて青ネクタイ氏と裁判所で争うって言っているのだからそのおじさんの罪状が決定して監獄に入れられるようになったらその時に病院から出してやる青ネクタイ氏とも結婚させてやるそれまで辛抱して待っていないと 「おじさんがまたどんな悪だくみをしておまえの命を取りに来るかわからない」「しかしこの鉄筋コンクリートの部屋にかくれていればだれも近づくことはできないから」ってねそう言ってくだすったからわたしすっかり安心してここにかくれているのよそのうちに青ネクタイ氏がきっと会いに来てくださると思ってね 楽しみに待っていたのよ。そうしたら。おかしいの？まあ聞いてちょうだい。この頃やっと気がついたの。ここの委員長さんこそ。名探偵の青ネクタイ氏なのよ。ほらごらんなさい。誰だってびっくりするに決まっているわ。私だって同じことよ。 あんなに頭がはげていらっしゃるのでちっとも気がつかなかったのよ。でもこのごろ窓の前をお通りになるたんびに青いネクタイをしめていらっしゃるでしょう新しい派手なだんだら島の。ねですからもしやそうじゃないかと思って気をつけていたらやっとわかったのよ。 私感謝しちゃったわ。あんなにまで苦心して私を保護してくださるんですもの。なぜって！あのハゲ頭は変装なのよ。カツラなのよ。<laughs> おかしいでしょう。私はちゃんと知っているけど、知らん顔をしているの？でも時々おかしくてしようがなくなるのよ。 あんなハゲ頭の人と結婚するのかと思ってねこんろん茶府長さん看護府長さんちょっとお願いがあるんですちょっと来てください 大至急のお願いがあのね耳を貸してくださいすみませんが僕の不眠症の原因が分かったんですここへ入院してからというものどうしても眠れなかった原因が僕はとんでもない呪いにかかっているのですいいえ嘘じゃありません 卒業論文なんかに呪われて神経衰弱にかかったんじゃありません。別にちゃんとした原因があるのです。事実の証拠が目の前にあるのです。僕はね、びっくりしちゃいけませんよ。僕はね、すぐ横のベッドに寝ているシナの留学生ね、あいつに呪われているのですよ。 あいつに呪われて殺されかけているのですですからこの部屋にいたら到底助かりっこないのですえどの品人かってほらそこに寝ているじゃありませんかあなたの後ろの寝台にえそんなものは見えないって あなたは目がどうかしているんじゃないですかね分かったでしょうあいつですよつい今しがた先生に注射をしてもらったばかりなんですねぐグーグー眠っているでしょう何ですってあのシナジを僕の脅迫観念が生んだ妄想だって言うんですかそそんなことがあるもんですか ちゃんとした事実だから言うんですねだごらんなさい死人のようにほっぺたをへこまして白い目と白い唇を半分開いて黄色い素焼きみたいな皮膚の色をして眠っているでしょう僕はあの顔色を見てやっと気がついたのですこの留学生はきっとシナの奥地で生まれたものに違いない あの界隈で有名なお茶の中毒患者に違いないといいえあなたはご存じないはずですお茶に中毒した人間の皮膚の色はみんなあんなふうに日暮れ型のような冷たい黄色い色に変わるのです色艶がすっかりなくなってしまうのですそうしてひどい不眠症にかかって 俳人見たよううになってしまうのですいやそれが普通のお茶とは違うのです普通のお茶だったら僕なんかいくら飲んだってびくともするんじゃありませんかねあの留学生が持っているやつはそんな生優しいもんじゃありませんコンロン茶といって一種特別の担任を含んだお茶から生成したエキスみたいなものなんですですから とても口先や筆の先では形容のできない天下無敵のものすごい魅力でもってたった一度で飲んだやつを中毒させてしまうんですとっても恐ろしいお茶の中のお茶と言ってもいいくらいなお茶の中のナンバーワンなんですそのコンロン茶のエキスで作った白い粉末で茶性っていうやつを あの留学生はどこかに隠し持っているのです。どこに隠しているかわかりませんが、シナ人の中には魔法使い見たようなやつが多いのですからね。そいつを僕の枕元の鎮静剤の中に少しずつひねり込んでいるんです。そうして誰にもわからないように。 僕は時々頭から布団をかぶる癖がありますからねその隙に入れるんだろうと思うんですが僕がいただいている鎮静剤は素きに苦いでしょおまけにプンとにおいがするでしょうですから茶性が仕込んであるのがわからないんです そんないたずらをする理由ですかそれは分かりきってるじゃありませんかあなたはまだ不眠症にかかったことがないんですねそうでしょういつもかも眠くて困るあははだから不眠症患者の気持ちがわからないのですよこうなんですあいつは僕が先生の注射のおかげでグーグー眠っているのを見ると妙に苛立たしくなって くに触ってくるのです。そうしてしまいには殺してしまいたいくらい憎らしくなってくるんですいいやそうなんですこれが不眠症患者の特徴なんですつまり極端なエゴイストになってしまうんですねいくら眠ろう眠ろうと思っても思えば思うほど眠れないことが分かってくるとだんだん気違いみたいな気持ちになってくるんですよ 世界中の人間が一人残らず不眠症にかかってうんうんもがいている真ん中で自分一人でグーグー眠れたらどんなにか愉快だろう」なんかとそんなことばっかりを一身に考えつめているやさきに横の方から和やかな寝息がすやすや聞こえてきたりなんかしたらもうとてもたまらなくなるんです。 神経がいっぺんにさえかえってしまって煮えくり返るほど腹が立ってくるんです聞くまいとしてもその寝息が一つ一つにすやりすやりと耳の奥に染み込んでくるそのたんびに腹立たしさがじりじりと倍化していくしまいにはその寝息の一つ一つが極度に残忍な拷問なんぞのように思われてきて じゅうにびっしょりとなまあせがにじみ出てくるのですそしてそのねいきをしているやつをころすかじぶんがじさつするかふたつにひとつといったようなぜったいぜつめいのきもちになってあっちにねがえりこっちにねがえりしはじめるのです あいつは僕のために毎晩そんな気分を味わわされているんですおまけに僕は非公正鼻炎なんですから寝ると夜通しいびきをかくでしょうその上に相手は個人主義一点張りのシナ人と来ているんですから一層たまらないわけでしょうですからあいつはその茶声を使って僕を絶対に眠らせまいとしているのです そして僕を次第次第に衰弱させて殺してしまおうとたくらんでいるのですいやそれに違いないのです僕は興奮なんかしていませんきっとそうなのですダメですダメです僕の空想なんかじゃありませんこの部屋にいると僕はきっと殺されます どうぞ助けると思って僕を他の部屋にえ部屋が満員なんですってそんならのてんでも構いませんどうぞどうぞ故障ですから僕を別の部屋に何ですか金籠茶の由来ですかあなたはご存じないのですかへえ。 論茶がどんなお茶か見当がつけば中毒を解くのは何でもないなるほど植物性の興奮剤はいろいろあるから話をよく聞いてみないことには見当のつけようがないそんなものですかねそんならわけはないでしょうその留学生が持っている茶性を取り上げて分析してみたらすぐにわかるでしょう なるほど隠しているところがわからないと困るそれもそうですねきっと魔法使いみたいなやつに違いないのですからねそればかりじゃない注射で眠っているやつを途中で起こすと効き残った薬が体に害をするそんなもんですかねへえ 実は僕もコンロン茶の成分なんか知らないんですがね。いいえ、ヨタ話なんかじゃありません。そのお茶に関するものすごい話だけなら、ずっと以前に何かの本で読んだことがあるんですが、僕は元からシナのことを研究するのが好きでね。シナは昔から実に不思議な国ですからね。僕の憧れの国と言ってもいいくらいなんです。 今度の卒業論文にもシナの更新術に関する文献のことを書いておいたんですが「へえあなたもシナのお話が好きですかおじいさんが漢学者だったからああそうですかそれじゃあ聞かしてあげましょうともしかし他の話ならともかく 茶の話だったらそのおじいさまからもはやとっくの昔にお聞きになっているかもしれませんがね有名な話ですからへえ全くご存じないんですか妙ですねそれじゃああなたが思い出されるかどうか話してみましょうしかしそのシナ人が目を覚ましやしないでしょうか へえ明日の朝まで大丈夫そうですかそれじゃあお話ししましょうまあ、腰をかけてくださいあなたは四川省付近にお茶で寝台をなくした人間が多いことをご存知じゃないですかへえそれもご存知ないあの付近に限られているのですからかなり有名な事実なんですが ええそうですずいぶん珍妙な話なんです酒や女で信頼限りをするのなら当たり前ですがお茶の道楽で体を持ち崩して破産するというのですからバカバカしいのを通り越しているでしょうとてもなでなくちゃ聞かれない話なんですご存じのとおり品人というやつは聞こえやしないでしょうね ちゃんちゃんというやつは国家とか社会とかいう概念となると全然ないと言っていいくらいに個人主義的な動物ですがその代わりに私的の生活に関する協楽手段の発達していることといったら世界一と断言していいでしょう着物でも住まいでも料理でも酒でも香料でもねご存知でしょう エロの方面でも何でも個人的な凶楽期間といったら4,000年の歴史をバックにしているだけに素晴らしい先端的なところまで発達を遂げているんですですからたった一つのお茶といったような問題についてもどえらい研究が行き届いているに違いないことがすぐに想像されるでしょう全くその通りなんです しかも日本人なんかいくら想像したって追いつかないくらいめちゃくちゃな発達を遂げているのですがその中でもまた特別あつらへの天下無敵の話っていうのがこの金籠茶の一件なのですまずシナの奥地の四川省から雲南紀州へかけて住んでいる大富豪の中でお茶の風味がよく分かっていて茶器とか 茶室とかの趣味に凝り固まった人間がいるとしますかねまたは酒や女やアヘンや賭博なんかでもあらゆる贅沢をし尽くした道楽家の強い人間が今度は一つお茶の趣味に深入りしてやろうと決心したとしますかねいいですかそこで何でもかでもいいお茶いいお茶と金に明かして天井知らずに珍奇なお茶を手に入れては それを自慢にして会合を催したりピクニックを試みたりしていくうちにはきっとコンロン茶を飲みたいというところまでお茶熱が向上してくるのです。むろんコンロン茶といったらお茶仲間の評判の中心で魅惑のエースと認められていることだしお出入りのお茶屋がまたちゃんちゃん一流の形容詞たくさんで。 コンロン茶の味を知らなければ共にお茶を断ずるに足らずとか何とか言って口を極めて誘惑するんですから下地のある連中はとてもたまりませんそれでは一つといったようなわけで思いっきり莫大なお金をお茶屋に渡して終戦を頼むことになるのですところで コンロン茶を飲みに行く連中が、雲南、紀州、四川の各地方の都会に勢ぞろいをして出かけるのは、大抵正月過ぎから二月頃までの間だそうです。つまり、コンロン山脈までの距離の東市・地下市によって、出発の早し・おしが決まるのだそうですが、その行列というのが、また素晴らしい見物だそうです。真っ先に、黄色い旗を捧げた道案内者が、 人人か3人馬に乗っていくとその後から23匹ずつ馬の背中に結びつけられた猿が合計230匹ないし450匹ぐらい行くのですその間間に緑色の斑点を着た茶摘み男とか王鵬を纏とうた茶博士とかいったようなものが230人入り混じっていくのですがこの猿が何の役に立つかは後で分かります それから少なくて34台多くて78台から10台くらいの美人に飾り立てた2頭立ての馬車が行くのでその中にコンロンを飲みに行く富豪だの騎人だのがめいめいに自慢の茶器を抱えて乗っているわけですがこの時に限って品富豪につきもののおめかけさんは一人も行列の中に加わっておりません全く男ばかりの行列なんだそうですが その理由もおいおいと分かってくるでしょう。その後から、金銀細工の鳳凰や蝶々なんぞの飾りをつけた2つの梅漬けの亀を先に立てて、小氷とか大氷とかいった式の食料品やテントなんぞを積んだ車が行く。その後から武器を持った馬賊見たような警護人が堂々と騎馬隊を作っていくので、知らないものが見ると、 戦争だかお茶飲みだかちょっと見当がつかないちょうどアラビアの砂漠を渡る正体ですねとにかくそんな大騒ぎをやって新茶を飲みに行こうというんですからシナ人の凶楽気分というのがどれくらい徹底しているものだかほとんど底が知れないでしょう彼らはそれから謙遜な山道を越えたり追いはぎや猛獣の住む荒野原を横切ったり レド以下の高原砂漠を案内者の目見当一つで渡ったりしてやがて混籠山脈の奥の秘密郷にある「有信湖」という湖の近くに到着するのですそこいらは時効が遅いのでちょうどそのころが春の初めくらいの暖かさだそうですがその景色のよさといったら実に何ともかんとも言えないそうですね 詳しいことはわかりませんんが、そのうころがその国民は極端に平和的な趣味を愛好した結果「金龍茶」の風味に耽溺しすぎたのですっかり気力を失って野蛮人に滅ぼされてしまったものだそうです。 今でもその廃墟が諸々の山陰や湖の底からニョキニョキと頭を出しているそうですがその周囲には天然の森が茂り鉱山風の花畑が展開して珍しい鳥や見慣れぬ蝶がのどかにまったり歌ったりしているそこの底まで澄み切った青空と湖の中間には 新鮮な太陽がキラリキラリと回転しているといったような絵にも筆にも尽くせない光景が至る所に展開しているその中でも一番眺望のいいところに各地方から集まった大将たちは先を争ってテントを張り回すと手に手にお香を焚いたり神婦を焼いたりして混羅三神の名護を祈ると同時に 盛大なお茶祭を催して滅びた混籠王国の晩霊を慰めるのだそうですがこれは要するに迷信深いシナ人の気休めでしかないと同時にお茶のできる間の退屈しのぎに過ぎないのでしょう一方に馬から離れた茶摘み男たちは一休みする間もなくめいめいに長い長い綱をつけた猿を肩の上に乗せてお茶摘みに出かけるのです うっそうたる森林地帯を通り抜けると岩石いかがとして半天にそびえるコンロン山脈によじ登ってお茶の木を探して回るのですがコンロン山脈一帯に創生するお茶の木というのは普通のお茶の木と種類が違うらしいのですみんな素晴らしい大木ばかりでしかも切って落としたような絶壁の中途に岩の隙間を押し分けるようにして生えているのだそうですから 猿でも使わないことにはととてもけででれないわけですところでその猿がまた実によく仕込んだものでそんなお茶の大木の小杖にほんのちょっぴり目を出しかけている新芽の中の新芽ばかりをちょいちょいと摘み取ると見返りもせずに人間の手元へ帰ってくるのだそうです。 そこでそんなような冒険的な苦心をした10人か14、15人の茶摘み男が、めいめいに一握りから二握りのお茶の新芽を手に入れると、大急ぎでテント張りの露栄地に帰ってきます。そうすると、待ち構えていた茶博士、つまりお茶の湯の先生たちですね。それがこんろん茶の新芽をうやうやしく受け取って、シナ人一流のすこぶるつきの念入りな方法で、 緑茶にせいし上げるのですそれから付近の清潔な泉を銀の壺にくんでコンロと名づくる手づくりの七輪にかけて生ぬるいお湯を沸かしますそしてその左右をこりに凝った茶わんに注いで上から白紙の蓋をしてその上に黒い針見たようなコンロンの緑茶を一つまみほどのせますそうして その白紙の蓋がほんのりと黄色く染まった頃を見計らって、髪の上の茶かすを取りのけると、テントの中に進み行って安楽イスの上に身を横たえた不合法人たちの前に参拝拝礼してささげ立てまつるのです。不合法人たちはそこでその茶気の蓋をした白紙を取りのぞいて、生ぬるい湯をほんのちょっぴりすすり込むのです。 むろん一口味わった時には普通のさゆと変わりがないそうですけれどもそのさゆを飲み下さないでじっと口に含んだままにしているといつとはなしにコンロン茶の風味が分かってくるつまり紙の上にのっていた緑茶の性器が髪を通した湯気にむされてさゆの中に染み込んでくるのだそうですが どうですてきな話でしょうそれはもう何ともかんとも言えないひめやかな高貴な方向が歯の根を一本一本に巡り巡ってほのかにほのかに呼吸されてくるそのうちにあらゆる妄想や雑念が水晶のようにこり沈み 新規が青空のように澄み渡っていつ知らず政権の心境に迷惑し公然として是非を忘れるというのですその神々しい気持ちよさというものは一度味わったらとてもとても忘れられないものだそうですええ無論そうですとも。 夜になっても眠られないのは分かりきったことですがしかし富豪たちはちっとも疲れを感じません影のように付き添って解放する黄色い着物の茶博士たちが入れ替わり立ち替わり捧げ持ってくる混乱茶の霊巧でもって夜も昼も新鮮と同じ気持ちになりきっているしんこりきしずみ生徒と相語り 地形と相抱擁して産むところを知らず、一杯を尽くして日天子を迎え、二杯を含んで月天子を顧みる、旧臨前として三ガを了承し、万象永然として清掃災害を知らずと書物には書いてあります。けれどもその間はお茶の味を良くするために、 食物を取りません。ただ梅の実の塩漬けと砂糖漬け等を一粒ずつ日に3度だけ食べるのですから富豪たちの体がみるみる衰弱していくのは言うまでもないことです安楽椅子に伸びちゃったまま黄色い視界のような色艶になって目ばかりキラキラ光らしている光景はちょうどミイラの陳列界みたいで気味の悪いとも。 ものすごいとも形容ができないそうですところがおしまいにはその目の光もどんよりと消えうせてしまって何のことはないきょとんとした空っぽの人形みたいな心理状態になる身動きなんか無論できないのですからお茶は解放人に飲ましてもらうその時のお茶の味がまた特別においしいのだそうで 体中がお茶の方向に包まれてしまったようなうっとりとした気持ちになるのだそうですがやはり神経が弱りきっているせいでしょうねその代わりにクソも小便も垂れ流しで事に心身消耗の極み異性を始めるやつが10人が10人だそうですがそんなものはみんな茶博士たちが始末してやるのだそうで 実に行き届いたものだそうです。そうして23週間も経つうちに最初は麓の近くにあった新茶の芽がだんだんと金籠山脈の高い高い地域に移動していきますそれにつれて採取が困難になってくるわけでやがて新茶が全く取れなくなったとなると茶摘み男と茶博士が一緒になってその生きた死骸みたいに弱り切っている富豪鬼人たちを それぞれに馬車の中へ担ぎ込んで、牛落や骨幹などいう上等の需要分を与えながら、気がけよりも一層ゆっくりゆっくりした速度で故郷へ連れて帰るのです。つまり日中をよけて、朝の間と夕方だけ馬を歩かせるので、あんまり早く馬を歩かせたり、もう夏になりかけている日光に当てたりなんかすると、 目を回してへたばるやつができかねないからだそうですところでこんなふうにやっとの思いで78か月ぶりに故郷に帰りついてもまだ半死の重病人みたいになっているやつがいるそうですがしかしどっちにしてもこのこんろん茶の味をしめたやつはもう助からないそうです完全なお茶の中毒患者になっているんですから 来年の正月過ぎになると今一度飲みに行きたくてたまらなくなるもっともこれは無理もない話でしょうシナ人一流の独々しいエロとバクチとシュチ肉林式の正月気分にうんというほど放慢した後の不合連ですからそうした脱俗的なピクニック気分を起こすのは生理上むしろ当然の要求かもしれませんからね そこでまた行くその次の年も行く度重なるにつれてお茶仲間からは羨ましがれるばかりではなくお茶のナイトとしての無常の尊敬を受けるようになる混乱戦士とか同人とか言ったような特別の称号なんかを奉られて千人扱いされるのだそうですがしかし何しろその一回の旅行費だけでも 一代かかる上に頭も体も役に立たない俳人同様になってあらゆる方向から財産を消耗することになるのですからよほどの大富豪でない限り死後編もこんろん茶を飲みに行くうちには心象をすっからかんにすってしまうものだそうですまたそれほどさようにこのこんろん茶が古今無双の 命がけの魅力を持っているらしいことはもう大抵お分かりになったでしょうどうです府長さんすばらしい話でしょうヤンキー一流のぜいたくだってここまで徹底してはいないでしょう <laughs> ところがここに一つ困った問題が残っているのですそれは そのをもろんまたコンンです無論とコンロン茶を飲みに行く視力なんかないのですがしかしその味だけはとことんまで腹たにしみこんでとてもとても諦められないそこでしかたなしにせめてあのしんこりきしずんだすばらしい高頭的な気分だけでも味わいたいものだというので古なじみの茶店から茶製というものを買って飲むんです これは今お話しした不合蓮がコンロンさんのふもとで使い捨てた緑茶のだし殻から精製した白い粉末で相当高価なものだそうですがそれでも我慢して普通のお茶に混ぜて飲んでみると方向や風味は格別ない代わりに純粋なエキスですから新規のさえわたることは非常なものです毎日毎夜ぶっ通しに眠れない そうしてしてまいい。には、昼も夜もわからない骨と皮ばかりの夢うつつみたいになって死んでいくやつが多いしかもしなのことですからアヘンと同様に取り締まりが絶対不可能ときている中にはコンロ茶の味なんか知らないまま見よう見まねに茶性の味ばかりに還暦して あったら青春を萎縮させてしまう青年少女もいるといった調子ですが今そこに寝ているシナ留学生は確かにその一人に相違ないのです僕がこの病院に入院して以来注射を受けなければ絶対に眠れないようになったのはキャッツのせいに相違ないですねっ不調さんですからすみませんが僕の部屋を変えてください い,いえいえ口実じゃないのです僕はそんな恐ろしいお茶の中毒患者になって青春をしぼませてしまいたくないのですどうぞどうぞ五升ですからさあ早くそいつが目を覚まさないうちにな何ですってシナの魔法ですってへえ あなたがおじいさまからお習いになったシナの魔法の中に飛挙来術というのがある。へえ<ー>。それはどんな魔法ですか？いいえ、初めて聞いたんです。全く知らないんです。飛挙来術なんて。へえ<ー>。その魔法を応用したら、僕の反問なんかたあいなく解決されてしまう。 本当ですかへえ<ー>こんな密室でしか行えないから都合がいいへえ<ー>あなたなら嘘はおっしゃらないでしょう教えてくださいやってみてくださいその「飛距離術」っていうのどうするのですか目を閉じている いいいですすじていますそうして1から10まで数えるシナの数え方でええ知ってますとも大きな声でよろしい承知しましたいいですか数えますよ「いーあー 「あるさんすう,うりゅう」 いいですか目を開けますよおやーこれは不思議だ留学生がいない寝台ごと消えてなくなりやがったコンクリートの壁になってしまった確かに壁だ寝台一つしか入られない狭い部屋になっているおかしいな この間から僕はあのシナシンのことばかり気にしていたんですが変ですねどうしたんですか不長さんおや不調さんもいないいつの間に出ていったんだろう寝台の下にもいないいよいよおかしい 俺はさっきから独り言を言っていたのかしらんちょっとこの薬をなめてみよう苦くも何ともありゃしないしょっぱい味がする重曹の味だけだおかしいなおかしい。 やっとわかった。これがひきょらいじゅつなんだ。いまのまにへやとくすりがかわったんだ。えらいもんだなあふちょうさんのまほうは。まるでてんかつみたいだ。ありがたいありがたい。おかげでこれからあんしんしてねむれる。あおどろいた。 面白い国だなシナという国は。<laughs>